麻生財務大臣はじめ、財務省が例の赤木ファイルの存在を初めて認めました。まあね、こんなにね時間をかけるんではなくて、事件が起きた直後とかね、やっぱそのオンタイムでやっぱり一つ一つ真実を明らかにしていかなければならないときに、もう保身のことしか考えてないと、せこいですね、本当に汚い人だなと思います。いや、それしか私たちは受け止めようがないですよね。何か重大なわけがあったのか、それともこの赤木ファイルというものをここまで遅らせるのに、何かね政治的な有意義な国民の利益に対する何か意味があったのかなってことをね感じますね。その辺の説明がないまんま、ただ端的にねファイルの存在はまあ分かってました、ずいぶん前からみたいな、これまた曖昧な考え方ですね。もうかなり前からっていうね、いつからなんだということですよね。だいたいこういうものがある、そしてそれを見ているということは、細かく現状が把握できているということかと思います。あとこれがですね、まあよくね、まあ、褒めていけばいいのかなっていうところですけども、よくこれを隠蔽しなかったなと思いますね。おそらく私が思うところ、この赤木ファイルと言われているファイルにはコピーがあるんではないかなという疑問からですね、疑念から廃棄するに至らなかったんだと思いますね。例えば赤木俊夫さんの奥さんがこのコピーしたファイルを自宅のどこかに持っていて、財務省の出方を伺っているのかもしれないっていうふうな不安があったのかもしれませんし、まあこういうふうな財務省ですから、財務省の職員の誰かが正義に目覚めてこの赤木ファイルをねコピーしたものを託されていたということもあったのかもしれませんね。そういうふうに疑ったのかもしれないです。つまり財務省の中ではもう相互不信が起きているというふうにも考えられるんですよ。誰が隠しているのか、誰が本当なのか、みんな誰かが言い出したら自分も言おう、誰が誰を売るのか、チンコロするのかってところがね、本当に恐ろしいなと思って、相互監視みたいな状態になってるのかなと思いますよね。まあなんせ命まで取るところですからね。いや、ひどいもんだと思います。それではね、動画概要欄から麻生財務大臣の答弁、短いですけどね、ちょっと動画の方をご覧いただければと思います。まあとにかくね、麻生財務大臣はじめ財務省、ここをなんとかしないと、この国は滅びますよ。ね。私たちの暮らしが、もし金銭的に苦しいとしたら、これはね、財務省、そして麻生財務大臣の責任は重いということだと思います。